どうもこんにちは。今日は開封動画みたいな感じなんですが、2020年に買ってよかったもの、よいしょ、ですね、楽天24だったかな。ででーん、はい、ドライヤーです。ソリス業務用のドライヤーです。これまあ今年買ったんですが、9年前に買ったものがあるんですよ。それはこちらになりますが、すごく良かったんですよね、これ。で、この間壊れちゃったんですよ。私使ってる時じゃなかったんですが、ヒューン、プシュみたいな感じで煙ふわって出て止まっちゃったと。で、中バラしたんだけど、こう自分で直せるような感じじゃなかったんですよね。たどり着かなかったんですよ、そこまで。それでまあまあ値段するんですけど、2個目買っちゃいました。これ非常に優秀です。何が優秀かというと、風の量がものすごいんですよ。風で乾く感じのドライヤーなんですよね。それちょっとこれから話していきたいと思います。子供プロダクションチャンネルでございます。じゃあこれ早速開けていきたいと思います。こんな感じ。説明書とこの細くなってるやつ、私はこれ使わないんですけど、いつもマイナスイオンドライヤースイスパーフェクションタイプ440シリーズソリス。これ黒と白あるんですけど、私は黒を今回選択しました。でこれ仕様を説明しますと、 AC100V AC モーターで、コードの長さが3メートル、ちょっと長いんですよね。安全装置がついています。サーモスタット、温度ヒューズで1400ワットあります。温風温度は77度、毛髪から約 2.5 センチのところで77度で、本体の重量が 755g、ケーブルを含むってことですね。でなぜ私がこのドライヤーを使い始めたかと言いますと、子どもの頭を乾かす時に、普通のドライヤーだとものすごい時間かかるんですよね。子供3人いまして、うち2人が女の子なんですよ。女の子の髪がなかなか普通の1000ワット、1200ぐらいのドライヤーだと乾かない。それでいろいろ検索したら、プロ用のドライヤー、熱で乾かすというよりも風で乾かす感じ、それでこれをその当時買ったんですよね。9年前ですね。IQ7、イオンドライヤーですね。これがものすごく良かったんですよ。要するに早いんですよね。毎日の仕事ですから、なかなか大変なんですよ。もう時間がかかるし、もう手もこうね、おーってやってて腱鞘炎みたいになっちゃいますから、そのなるべく負担を減らしたいと、それでこのドライヤーを購入して使ったんだけど、本当に良くてですね、おかげでその後に自分の時間っていうのを作りやすくなったんですよね。子供の頭を乾かす時間を短縮できたということなんですよ。それでまた自分の音楽の研究だとか音楽制作とか、そっちの方に時間を使えるようになったっていうことなんですよ。そういう意味では少々高いんですけど、お金かけた価値がありました。これ15000、こっちはね1万7000円ぐらいしたんですけどね。ポイントかなんか使って楽天の、1万5000円ぐらいで買ったと思うんですが、こっちは現行で1万5000円ぐらいで売ってました。楽天24とあともう1店舗ぐらいで同価格帯で1万5000円ぐらいで売ってたんで、私は楽天24の方で買いました。で今回リピートというか再購入したわけなんですが、なぜかと言いますと、子供たちも自分で頭乾かすようになったんで、必要ないかなとも思ったんですよ。で普通のドライヤーあったんで、それでこう頭を乾かしたり、ブローしたりするときに、時間がかかる。やっぱりこれに比べて普通のドライヤーだと頭乾くのすごい遅くて、それがストレスに感じてしまったんですよね。で、普通のドライヤーで我慢しようかなと思ったんだけど、やっぱり一回こういう便利なものを使っちゃうと、もう元に戻れないって言いますかね、なんていうのかな。でこれ説明しますと、これ上がヒーターのスイッチになってるんですよ。一番左側に倒すと、消すで弱強で、下はモーターのスイッチで
切ると弱と強で、どの状態からでもここのトリガーを押すと冷風に切り替わるって感じです。まあとにかく使いやすいです。これおすすめです。まあデザインもいいですよね。機能が良くてデザインもいいっていうのが私大切だと思ってるんですよね。まあ毎日子供3人あと自分の頭、まあ、4つ乾かすわけですからね。うち2人が女の子でしょ。まあ力借りれるところは力借りた方がいいんじゃないかなと思っておすすめしたいと思います。というわけで今日は2020年買ってよかったものを紹介、ソリスのドライヤーでした。また面白いことありましたら紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた後ほど、さようなら。まあ、2人以上のお子さんがいる場合すごく助かると思いますよ、このドライヤー。まあ、簡単に言えばチートですよね。まあ、人の2倍、3倍人生楽しんでやろうって思ってるわけですから、こういうところで、まあ、工夫してるっていう感じになります。